はい、ともこみです。さて本日もこちらトゥインクルカップ西の美女クランさんからですね動画をお届けしたいと思うんですけども、本日ですねこの、トゥインクルカップからの動画も最後となります。合計これが4本目になるんですけども、1本目は、スーパーアーチャーの新しい戦術紹介と、で2本目が覚えておくと便利ちょっとニッチなババキンの倒し方ですね。で3つ目が、華麗に決まると美しいクイヒーターンを覚えようというね、この3つだったんですけども、まだね、ご覧になってない方はそれぞれ見てほしいと思うんですが、本当はね、このコミュニチャンネル、前回動画と前回までいかなかった動画っていうのを比較しながら、どこが違うのかっていうところもね、お話しできるように基本自分意識してるんですけども、今回のこのイベント合計45本のね、前回が生まれました。で、めちゃくちゃどれもレベルが高いんですね。なので、前回動画ばかりになってます。なってしまっていて、若干自分のね、このチャンネルのその動画の作り方を少し、逸脱してるんですけど、まあその分ね、見応えのあるアタックがいっぱい見れるので、まあこの4本目もね、前回3本立てていきたいというふうに思いますので、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。で、ですね、本日のテーマは、回路配置の攻略法ということで、今回路って2つあると思うんですね。1つは、中心部にタウンホールがポコンと孤立してる。で、その周りを高火力帯の、防衛がぐるっとね、こう回っていて、で、タウンホールになかなかアプローチしにくいようなパターンですね。で、こういうケースにおいては、突破管を思い切って、タウンホールに当ててしまって、中にスニーゴブとかイエティを入れておく。っていうパターンですね。まあ、スニーゴブ5プラスイエティとかがいいのかな。で、するのがいいのかもしれないですけども、でやっておくと、タウンホールにも突破管が届いた、突撃管か。届いた段階でもタウンホールが壊れることが確定するんで、タウンホールって今タウンホール13ではもう最強の防衛ですからね。タウンホール12もそうかな。もうぜひ壊すべき施設になってくるんですけども、そういうパターン。で、あと、じゃあどうすんのっていうのが、タウンホールの周りに高火力帯がたくさん、こう密集している、高火力の島がど真ん中にあるパターン。こういうのをね、どう壊すかっていうね、まあその辺のいろんなバリエーションを踏まえながら見ていきたいと思います。ちょっとね、前段が長くなりすぎましたね。早速動画行きましょうか。まずは、早慶さんが撮っているこのアタックですね、見ていきたいと思うんですけども、これが、タウンホールが中心にポコンと孤立しているパターンです。で、外周の大砲とかは、ちょっと防衛のレベル低いんですけども、まあ主力となっている投石機だったり、あとは、クロスボウとかね、この辺のレベルっていうのは、タウンホール13のマックスになってますね。この壁を確実に開けられそうなところから、開けていって、アーチャークイーン、クイヒの格好で壁の中に入れていきます。で、そこにイエティを、追加していくっていうパターンになってきますね。こんな形で、まずこれね、最初アーチャークイーンでこうカットを入れている理由は、今ここでイエティ投入しちゃうと、イエティがどこに行くか分かんないんですね。こっちに行っちゃうかもしれないし、こっちに行っちゃうかもしれないっていう状態になるので、しっかりアーチャークイーンである一定区画をこう削っておいて、出したイエティがこっちならこう、で、こっちならこうみたいな感じで、もう一方通行にしか流れないような、カットをしておくためにアーチャークイーンで、攻めていってますね。これマルチなのでインフェルノが。この部分っていうのはまあレジさえしっかり使っておけば、まあ、早々アーチャークイーンがやられることはないですね。防衛具も遠いんで、まあ、それも大丈夫と。で、このイーグルまで壊した段階で、ルート作りが完成します。さらにイーグルが、壊れたことによって、ユニットを出しても防衛がね、のイーグルが起動しないというね、まあ、おまけ付きですね。ちょっとこれだいぶ頑張りましたね。相手のアーチャークイーンまで潰したんで、かなりいいアドバンテージなんですが、今、際どかったですね。で、ここ、さあ、スーパーウォールブレイカーでさらに壁を開けて、外周ベビドラで削りながら、アーチャークイーンと ET の合流のタイミングが測ってますね。アーチャークイーンがもう少し前進して、そうですね、イエティとこのアーチャーとこの回復砲ぐらいで合流するような、まあ、パターンのところを イメージしてるんですよね。シングルインフェルノはフリーズで固めて、ここでアーチャークイーンとイエティが合流していくという流れですね。でそうなると、ここから先はですね、クイヒーだったものが、イエティヒーラーにスイッチもしていく可能性があって、ユニット全体がすごい長生きします。で、突撃艦にしっかりとエターナルトーンも合わせることによって、中から出てきたのはこれ、ライドラか。ライドラプラススニーフゴブリンですね。はい。を使っていきます。これ面白いですね。ライドラにすることによって、この壁を向こうに、壁が実質向こうになるんで、ライドラが、その後ですね、ずっと本当はこの辺の対空砲とか投石を殴ってくれるはずだったんですが、なんかエアスイーパーがめちゃいい仕事をして結局何もしないでライトラが落ちてしまいましたが、ただタウンホールがやっぱり倒せてくると、中心部から横打ちする施設がなくなるので、
あとはもうヒーラーの恩恵を受けたボーラーとイエティがもうガンガン押していって、こんな感じ、もう数の暴力ですね。で最終一気に突破していくという格好ですね。でこれがタウンホールが中心にこうね孤立している場合の、回廊陣の攻略の仕方です。基本のパターンですね。今回これ食い火でしましたけども、もうちょっとこうね、浅いとこからこう攻めるんであればお手火でもいいと思います、別にね。で確実にある一定額を削って、今回の場合この辺かな、削って、でイエティたちが逆走しないような、状態を作り上げてからドーンと出して、イエティを一方方向にこう進めていくっていうパターンですね。で中央はと砲撃艦のスニーゴブで潰していくというね、これがもう本当にもう基本的な回廊の今攻略の仕方で、こうすることによって怖い星1っていうのがほぼほぼなくなります。なんでね、まあ相手が、編成を変えられない、レジェンドの中では、まあ、あってもいいのかもしれないですけども、クラン対戦とかでもそれをやってしまうと確実にこういう風にやられちゃいますので、そこはね守る側としては注意が必要ですね。で、次これですね、こんな感じ、ちょっとねこういう風に、施設が分かれている場合、これどうするのかっていうパターンですね。でこういう場合には、相変わらずやっぱね突破感が便利です。今回のケースは、たまたまこのクランジョの周りに宝石機とか、主力な防衛がいっぱいあったんで、それをもう最初ライトニングで削っちゃおうというね、パターンでやっていますけども、別にですね、この部分っていうのは、必ずしもこうする必要もないとは思います。別にイエティをぐるっと回してもこれはいけると思います。多分でもまあ、あらかじめこうね、防衛軍をライトニングで潰すっていうのはいいですよね。できておくと、防衛軍の事故っていうのがなくなるので、まあ、事故率を下げるっていうね、点においてはすごく、効くよなっていうのはすごく思いますね。で、イーグル砲がこの、方面には効いてるんですけども、まあ、そのね、図体がでかい分、他の防衛が近くに置きにくいので、こんな感じで、ババキンとアチャックリでしっかりと ねこの辺をきれいに掃除していって、ルートを作ってますね。こんな感じで完璧にここが削れたんで、さっきのイエティと同じですね、ラバルを回すときに簡単にラバルがこう回るというパターンですね。で、同じです。突破管を出していって、突破管に今回は、トームを当てません。これね、前の人のナソリだったのかな、ちょっと分かんないんですけど、ホーミングとかで落とされる心配がないってことを分かってたみたいですね。で、スニゴブとアイスゴーレム、スニゴブとラバーハウンドが、突撃艦の中には入っていたということで、タウンホールはスニゴブが落として、で、あと残った防衛に関してはこんな感じですね。ちょっと数が多いそうに見えるんですけども、フリーズ2発からのエタナルトームを使うことによって、きっちりとこれを落としていくという感じですね。この投石機と、あとエアスイーパー、シングルインフェルノが折れてしまえばもう怖くないので、今回のケースもさっきのイエティと同じですね。ここ、ガッツリ削っておいて、で、一方通行にしかバルーンが、流れないようなルートを作っておきますね。作っておいて、で突破管をタウンホールに当てていくというねケアの仕方ですね。ラババルって結構ね難しく思う方もいるかもしれないんですけども、結構ね恩恵大きいです。呪文をあんまり使わなくても、ルートさえしっかり作っておきさえすれば、いい仕事をしてくれると。あと、まあ、投石機と新、マルチインフェルノ、あとは、クイーンロイちゃん、この辺は天敵なんで、まあ、どうにか処理をしなきゃいけないんですけども、まあ、それができてしまえていれさえすれば、あとは、呪文がねそんななくても結構、なんていうかな、スムーズに防衛を壊してくれる使い方なんで、今回みたいに天才と合わせるにはイエティよりもむしろ、ラバルのがいいかなっていう感じですね。で回廊配置って実は、ラバルにすごく弱くって、中心部をこんな風にですねしっかり突撃艦でこう潰すようなことができてしまえば、その後のですねラバルっていうのは結構何も意識しなくてもぐるっと外周をこう回ってくれます。回廊のこの回らせる配置の特徴をうまいこと利用してですね、ぐるっとあえてバルーン回しちゃうんですね。ってことができるので、ラバルの練習をね始める方なんかも結構最初回廊からするなんていうのはおすすめだったりします。で、まあ、こんな風な壊し方もありますね。で、ラスト見ていきたいのはこれですね。ちょっと多分これね、孫の花さん、プレーエンドリーチャレンジ用の配置変更を忘れてしまったのか、投石機がないんですけども、今回のこの村っていうのは、
めちゃくちゃこの壁の中、ここですね。レベルの高い、強い防衛がいっぱいあります。で、こうなってきちゃうと突破感を当てるぐらいじゃ全然これ突破できないんですよね。ここ。そういう場合どうするか。これはね、イエティの出番ですね。要するに、この中心を一気に、やってしまえば、外周はそんな怖くないっていうのが、まあ、このタイプの村の特徴ですよね。そこをうまいことこう利用していきます。で、グランドオーデンのオデヒをまず使います。これはもう通常の、イエティと同じですね。オデヒによって、この1区画のこの部分をしっかりこうカットしていきますね、ここ。火力が少し高まるんで、レイジを使って、しっかりとカットを入れていきます。このカットすごく重要ですね。で、バーバリアンキング投下兵舎を使って、この部分、温度は60方面のカットもしていきます。この壁際のここまでをしっかりカットすることがすごく重要。ここですね。で、グランドオーデンはもうそれができてますね、ここができてるの。で、イエティのルートをきっちり作った上で、もうそれないような状態を作って、このイエティをガーンと、もう中心に向かわしていくんですね、こんな風に。こうすると、もうイエティ対、防衛、施設の、もう力対力のぶつかり合いですよね、もう本当に。ここで、まあ、ヒーラーも、スイッチして、もうこれはもう典型的なイエティラッシュの、形です。で、この形をど真ん中に作っちゃうんですね、ど真ん中に。作ることによって、そこを一気に蹂躙してしまえば、あとはイエティが四方八方に散るんですが、まあ、散ったとしても、残った施設がもう外周そんなに強くないので、これをもうあとはカートの力で押し切っていっちゃうんですね。ロイヤルチャンピオンもかなりいい感じですよね。外周にロイちゃんを、集中砲火かわすような施設がないので、じわ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 イエティがターゲットを中心で取りながらロイちゃんが、攻め進んでいくみたいなね、囲いが出来上がってます。こうなってくると強いですね。もうどん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 ロイちゃんが施設を投げ倒していってますね。こんな感じ。ね。外周の、回廊の特徴っていうのは、この中心が潰されちゃうと、そっから本当はこういう風にね、攻撃を防衛が打っていくっていうのが、なんていうかな、その、ま、防衛としてのこの強さの特徴なんですけども、ま、逆のパターンですよね。その、兵術と同じで、これ、ま、山と同じですよ、これ山。周りが平地みたいな感じ。ここを取られ、逆にここを自分たちがイエティで取っちゃうと、こっからいろんなところにこう攻撃ができちゃうんで、外周の防衛がもう自利品になってやられちゃうんですよね。でこんな風に、中心部に火力を集中させている場合っていうのは、その、反面弱い外周のこの火力っていうのをうまいことついて、オデヒーとキングで、オデヒーとキングですね。こんな感じ、こっちはこう。で、キングでこうみたいなカットして、で、イエティを、中心にガツンとこう流し込んでいくっていうね、まあ、そんなようなパターンを、作ってあげると簡単に落とせますよというところでした。こういうね、この回廊と一重に行っても、火力の密集具合で、使うべき戦術が変わってきますんでね、タウンホールが本当に孤立している場合には突破感が有効だと思うし、こんな風に火力が密集している場合には EAT をそこに突っ込ませちゃう、まあ、この2つぐらいをね、覚えておいていただくと結構回廊に対する対応がしやすいんじゃないかなという風に思いますのでね、よろしければぜひ参考にしてもらえたらという風に思います。はい、というところでですね、トゥインクルカップ東西の野獣対美女のですね、イベント、私の動画4回にわたってお届けしましたが、これで最後となります。まあ、改めてですね、トゥインクルアイズの、タウンホールレベル10、あとはチャンピオンズリーグ、チャンピオンズリーグ1がへの到達、本当におめでとうございます。すごいことですね。このクラン発足間もなくしてここまで来れるっていうのもね、ミスエルテさん、リーダーのミスエルテさんの、まあ、今回の企画を成功させたその人脈もそうだと思いますし、まあ、その技術だったり、あとミスエルテさん本人も YouTube のチャンネル持ってらっしゃいますんでね、ぜひまだ見てない方は見てほしいと思うんですけども、それでもいろんな、ね、要素が、積み重なって達成できたもんだと思いますし、もう自分もねこのイベントすごい楽しませてもらいました。まあ、これからねますます活躍が期待できるその注目のクランだと思いますのでね、ぜひ、興味のある方は遊びに行ってもらえたらというふうに思いますし、我々関西クラクラクラブもですね、タウンホール13のメンバー募集しておりますので、対戦好きだよという方もですね、ぜひ、遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、というところでですね、本日ではこれで動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。